皆様こんにちは、韓中国です。湖北省のある職業訓練学校はインターンシップという名目で実習生を深センの工場に派遣しました。工場では重い運搬作業を強いられ、ある実習生は過酷な労働に耐えられず飛び降り自殺しました。中国教育界の関係者は外国メディアに実習生を安価な労働力とする現状を明かしました。ある記者が6月29日に中国のソーシャルプラットフォームで公開した情報によると、飛び降り自殺したのは湖北省炭鉱口市職業訓練学校に通う17歳の余明さんです。余明さんは25日、深センのある工場の6階から飛び降りました。同記者はまた余明さんの父親からのメッセージも公開しました。息子を含む100名以上の職業訓練校の2年生が深センの工場に派遣された。工場側の厳しい管理のもと、実習生らは2つのグループに分かれ、毎日10時間以上働かされ、病気や怪我をしても休めなかった。さらに彼らはわずかな給料の半分近くも学校側に納入しなければならない。そうしなければ卒業証書がもらえない。余明さんの親友が公開した WeChat の記録によると、余明さんは自殺前にインターンの担当先生に、学校側と工場側の言うことを聞かなければ退学処分になると脅かされました。高校教師を務めている王先生はラジオフリーアジアの取材に対し、職業訓練という名目で社会の底辺にいる子どもは金儲けの道具にされていると指摘しました。彼らは通常1年から1年半の授業を受けて、残りの時間は工場で実習させられる。彼らは実際には労働者の役割を果たしている。工場から支払われる給料は通常2000元ぐらいで非常に安い。また月給の約4分の1が学校に返還される。すなわち学生をただの労働力としてこき使っている。募集担当者と学校の指導層は吸い上げたお金を分けた。彼らは共同利益で結ばれており、実習生がどんな技術を学んだのかは彼らの関心事ではない。類似の事件は以前にも起きています。山東省職業学校に通う16歳の李智財さんも昨年9月末、毎日10時間以上の過酷な労働に耐えられず、江蘇省昆山市のある工場から飛び降り自殺しました。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。